ボブです。今日なんですけど、はい、メルが3日ぐらい前にドッキリでジムニーシエラを買ってきたんですよ。え、それもボブが先日予約した色とグレードと全く一緒のジムニーシエラなんですよ。へー。でほとんど走ってないほぼ未走行の状態のジムニーシエラをメルがどうやってかわかんないですけど買ってきて、うん、使用者の、うん、ジムニーシエラって今新車注文したら1年半待ちって言われたんで、そんな長いの？ボブは1年半待とうと思ってたんですけど、うん、メルは速攻買ってきたんで、うん、ちょっとムカつくところもあるんですけど、うん、一旦売却、え？メルには内緒で、うん、今売却したらどんくらいの査定がつくのか、うん、ちょっと気になるんで、うん、まあ一回査定してもらおうと思います。メル激怒りすぎる。で普通にちょっと査定しても面白くないんで、うん、最近YouTube の広告で、うん、MOTA っていう、うん、モーターっていうんですかね、うん、の車買い取りサイトみたいなのが結構 YouTube で広告で出てくるんですけど、うん、そこの一括査定サイトモーターってとこに、うん、今からネットで登録して、うん、そちらの方に売却していきたいと思います。そうだ、めっちゃ連絡くんのじゃん。いや一応モーターっていうところさっき調べてみたんですけど、うん、最大で20社でその中から高い買取業者3社だけが、うん、電話かけられるってシステムらしいんで、うん、本当かわかんないですけどそのサイトによると、うん、3社の電話しかならないってことなんで、うん、今までの一括査定サイトみたいに何十社もバーってかかってくるような感じではないんで、うん、早速ちょっとボブも今から登録して、うん、査定してもらおうと思います。うん、ちょっと一旦査定していきますので、もう広告欄からそういうのめんどくさいんで普通に検索で何分ぐらいやと思う？今売却したんですか？売却した。あれを何分で買ったか分かんないですけど、うん、大体新車価格が230-240万円だと思うんですよ。うん、だしまあその辺200万ぐらい諸経費はちょっとマイナスになるとは思うんですけど、うん、210万とか、うん、200、そうですね、200から210万ぐらいの間で売却はできるかなと思うんですけど、うん、まあ、ちょっと売却したら多分怒られると思うんで。まあでも高かったらもうそれよりもねめちゃくちゃ高かったら、うん、メルに言ったら喜ぶと思うんで、うん、はい、売却も考えると思うんで。一旦ちょっとサイトの方こちらの画面ですね。まず車種名を入力します。うん、鈴木選んで、うん、ジムニーシエラなんで、でジムニーシエラで年式があれ、うん、令和6年式2024年式なんで2024年式タップですね。今年や、今年っすね。うん、でグレードが、うん、JL と JC があるんですけど、うん、L が買ってきたの JC、うん、上のグレードっすね。JC で色がグレーですね。うん、グレーで修復歴を選択はなしですね。うん、でまあ走行距離の選択が多分あれねほとんど走ってないんで30キロ未満だと思うんですけど、まあ1万キロ以内っていう1万キロ以内1万キロ以内しか選べないんで、うん、1万キロ以内で売却希望時期を選択してくださいって書いてあるんで1ヶ月以内か2ヶ月いないか未定、まあ、うん、ちょっと分かんないんで未定で、うん、高かったら売却って感じで、うん、でまあお客様情報を名前と郵便番号とメールアドレスですね、うん、あと電話番号携帯電話番号を、うん、じゃあ次いきますね。ちょっとここは
ボブってやっぱ筆でいける。いきますね。買い取り業者がいいよな。あのボブさんから。もう買い取り業者がボブのこと分かってるから微妙ですけどね。で、携帯番号とか入力したら下にもう入力内容を確認するっていうのが出てくるけど、うん、プラスで任意項目の入力で愛車の買取額アップって書いてあるんで、うん、まあ、できたら買取額アップしたいんで、うん、それも入れていきます、うん、はい、追加情報なんですけど、うん、ローンの残債、うん、なしですね、うん、で装備禁煙車ワンオーナーではないですね。あれ登録しちゃったらしいんで、うん、まあ、2オーナーですね、うん、定期点検記録簿はちょっと分かんないんで、カーナビもない、バックカメラもない、スマートキーはありましたね、うん、でフルウェアロもない、後席モニター、レザーシート、サンルーフ、電動リアゲート、アルミホイール、うん、アルミホイールですね、うん、電動スライドドア、傷へこみありなしですね、うん、2位でコメントも入れられますね、うん、そこはなしで、乗り換え検討 ES ね、うん、型式は 3BAJB74 と、車体番号は2位なんで出ないですね。車検期限がちょっと、7月登録。車検の満了日を聞かれてるんですよ、うん、今何を入力してるの。車検期限やろ。だから登録、今回の登録が関係してくるから、車検満了日って書いてあって、令和9年ナンバーって書いてある。車検満了、大きいやつしか載ってんのか。車検証小さくなって、車検満了日は2月18日ですね。令和9年、あ、そう、2月登録してるかってことですね。あ、2月と、あ、そうか、中古やからね、うん、排気量が1460なんで、ちょっとわかんないですけど、排気量が1160ですね、うん、両枚数3枚、乗車定員4人、燃料はガソリン、オートマスね、ミッションオートマ、ハンドル、右ハンドル、最大写真を6枚添付できますって書いて、ハンドルメーターないんで、その他傷などって書いてあるんで、まあ、傷はないんで、ないはずなんで、うん、で入力内容確認で、本人確認ページで、認証コードを入力してくださいが今来たんで、うん、で売ったら査定を依頼するっていう、家庭を依頼する、うん、で、今日は8月1日の木曜日、31日の水曜日の9時29分に、うん、完了したんだけど、うん、愛車の査定を開始します、ご連絡差し上げるのは最高を査定3社のみって書いてあるんで、やっぱり3社上位の3社のみから電話を差し上げますって書いてあるんで、うん、まあ、3社だけですね。査定結果の提示には2024年8月1日12時ですね、昼の12時ですね、うん、で、お申し込みサイト、お申し込みされたメールアドレスとログイン ID でパスワードを今ここに書いてあるやつを打ったら
ゲームですね。みんながこれで待ちます。じゃあ明日やね。明日ですね。明日も忙しいんでできるかわかんないですけど、ちょっとこれで一旦待ちます。はい。先日モーターっていう車買取サイトに登録して、4日経つんですけど、登録して次の日にあのモーター車買取査定の結果が分かって、上位3社の入札が終わったんですよ。で本日日曜日なんですけど、車買取査定上位記者が本日来てくれるんで、ちょっと時間帯はずらして来てもらうんですけど、こちら本日査定してもらおうと思います。買取査定する前に、こちらジムニーテーラーが納車されてから1週間経つんですけど、ちょっとずっと1週間ちょっと放置なんで、この辺ですね、この辺とも鳥の糞ちゃんですね。鳥の糞がところどころあって、ボディも結構汚い状態なんですよ。これ1週間しか経ってないんですけど、ここにも糞ありますし、こっちですね、ちょっと糞だらけな感じになってますけど、後ろにもね、もうこの辺とかも、この辺が結構されてる、汚い状態でちょっと申し訳ないんですけど、こういう風に汚かったら査定が下がるのか聞いていきたいと思います。もし査定下がるようやったら綺麗に洗って売却考えるっていう風に伝えて、何でもバリクソ汚いです。何でもバリクソ汚い、もう1週間しか経ってないはずなんですけど、普通だこんな汚いのかな。バリヤマですね。バリヤマの状態ですね、めちゃくちゃ綺麗な状態です。クモさんもここ寝てますね。クモさんもここ寝てたり、ね、だいぶ汚いですね。ここら辺もわけわからん黒い物体がこの辺ねいますけど、ちょっともう査定の人来ちゃうんで時間ないんで、もう今日はこの状態で査定してもらおうと思います。買取査定の人が来るまで待ちたいと思います。先ほどジムニーシエラの買取査定が終了したんで、今から発表していきたいと思います。まずメールで送られてきた概算の買取価格がこちらです。3位の会社が248万から271万、2位の会社が 264.3 万円から270万、この2位の会社はネクステージさんでした。1位がなんと 169.5 万円から275万円、まあ、これは概算の査定額なんで見に来てもらってどうなるかっていうところなんですけど、1位の会社さんがウィーカーズさんでした。でこの査定結果が送られてきてすぐに2位のネクステージさんから電話かかってきて、買取査定行きたいのでいつ行けますかっていうことだったんで、日曜日本日ですねの午前中に来てもらう約束で、今日来てもらったんですけど、で1位の会社さんもその あと30分後くらいに電話かかってきて、今日日曜日の昼から来てもらうってことで、2社さん、まあ、3位の会社はちょっと連絡がなかったんで、まあ来てもらえないんで、まあ、放置なんですけど、まあ、とりあえず1位と2位の会社さんに実車確認してもらって、
値段を今日見てもらいました。本日見てもらって最終的な買取価格なんですけど、なんと値段が276万円でした。喋ってんやな喋ろうか迷ったんで、その276万円出してくれた会社なんですけど、うん、ビーカーズさんかネクステージさんってことなんですけど、うん、なんとね2位のネクステージさんだったんですよ。えネクステージさん 264.3 万か270万で作ってたんですけど、うん、なんかあの見に来てもらったら大幅にこれを上回る査定額を出してもう即欲しいということやったんで、うん、まあ10日以内に何としてでもあの売却をしてほしいということやったんで、うん、あの仮でいいですよってあのメルには言ってないんですけど、うん、あのいいですよってあの言ったらもう明日にでも取りに行きますって感じだったんですけど、あそれはちょっと困るんでちょっと1週間待ってくださいってことで、うん、とりあえず今日は帰ってもらったんですけど、うん、どうですこれ276万円やったらもう行った方がいいっすよね。まあ無理やな。無理っすよね、うん、あのメルがねいくらで買ってきたかわかんないんですけど、僕がその新車で今注文してるのが同じやつで、うん、あ1個新しい方なんですけど、うん、それで240万いってなかったと思うんですよ、うんうん、240万ぐらいあったんで、うん、全部諸経費込みで230か240ぐらいの間だったんで、うん、275っていうの価格がちょっとよくわかんないですけど、儲かったっていうの？メルが何部で買ってきたかちょっと定かじゃないんで儲かったかわかんないですけど、普通にもし新車で注文してた感じだとめちゃくちゃ儲かってることになりますね、これ。ちょっとね、メルがあのあれ未使用車、新古車みたいな中古、中古車でまあほとんど走ってない中古車を買ってきた感じなんで、まあ10キロくらいだったんで買ってきた感じなんで、新車の価格よりちょっと高かったんかもしれないですけど、276万以下で買ってると思うんで、うん、うん、多分儲かるんじゃないですかね。やったらまあこれねもう注文入れてあるんで、うん、こっちシエラの方今買ったやつを売却して、うん、あの本当に売却するつもりなかったんですけど、うん、まあ、高かったら売却しますって言ったんで、こんな高かったらもう売却しますって言っちゃったんで、うん、とりあえずメルに話して売却していく流れになっちゃいそうなんで、うん、もうちょっとあの乗りたかったんですけど、できるだけもあの乗らずに出してくださいってことだったんで、うん、ネクステージの、ね、店員さんもめちゃくちゃ生きちゃって、うんうん、もう早くもう持って帰ってもらいたかったですね、うん、でもまあもうちょっと待ってって言ったの？もうちょっととりあえず1週間待ってくださいってことだったんですけど、うん、まあ、全然待ちますってことだったんで、うん、なんかジムニシアの方が全然その買い取りが少ないらしくて、うん、あの物が少ないからもう早欲しいみたいな感じだったと、うん、どうしても欲しいみたいな感じだったんで、うん、かわいそうだったんですけど、まあ、こっちもこの前買ったばっかなのまだ1週間しか経ってないんで、うん、すぐ売却するのもちょっとねって言って話してたんですけど、そんな感じですね。まあまだ1年半後にまた来るんで同じのが、うん、っていうかまあ276万で売って普通にあの中古で276万以下でバンバンあのカーセンサーとか見てると出てるんで、どうしはんのやろな、まあ、どうしはんのかちょっとわかんないですけど、あのボブが乗ってたんでプレミア価格とかそういうわけじゃないとは思うんですけど、うん、もうだいぶのプレミア価格であの買い取りってなってるんで、うん、276で行ったら、店員さんと喋ったんですけど、まあ
300近くで、うん、あの次あの店頭に並べるっていう風にね、まあほんまかわかんないですけど、うん、おっしゃってたんで、うん、300万も払ってやん、シエラ240万ぐらいで買えない、新車で買った方が安いやろ、新車で買った方が安いんで、どういうことやねんみたいな、もうコロナも終わってて普通にね、あの供給できるような車やと思うんですけど、うん、まあ、1年ちょっと待たなあかんで、まあ高くで買う人はいるんでみたいな話だったんですけど、そんなもう50万60万も高い価格で買う人いんのかなって、うん、持ってる人は持ってるんやし、買わんのかな、買わんのかもしれないですね、やっぱそ、それやったらまあそのいう人らたちにまあ売却して乗ってもらった方がいいのかなと、うん、メルも全然ない、多分あのジムニシエラのことそんな詳しくないと思うので、うん、私も売却する中ですね、これは。さあ本日はご視聴いただきありがとうございました。また面白い動画をどんどん撮っていきますんで、これからもよろしくお願いします。以上です。